ははい皆さんこんこにちは今日はですね、えー、と登録販売者の受験を考えている方々に対して、えー、といくつかお知らせをしたいと思っていますまずもうすでにリリースされてるんですけどアフロ先生と学ぶ登録販売者最短合格講座このアドバンスってついてない方のやつですね最短合格講座これは、えー、と内容を勉強する方なんですけどこれがあのテキストがついているものがすごく好評でして でそのキャンペーンは終わってしまったんですけど、えー、と受験をしたっ、えー、とにコメントをあの書いてくれた方々に対して、えー、とテキストをくっつけたいなというふうに思ってますので,でそのテキストは先渡ししますからでそのっ、えー、とに受験が終わって合格したらぜひあのおすすめのコメントを書いてほしいなというふうに思ってるんですでそのコメントを書いていただくときにちょっと一つお願いがあるんですけど、えー、と私のこの登録販売車の最短合格講座っていうのはかなり特徴があって。 えっと、絞ってますですごく出るところだからこういう方におすすめですっていうのを皆さんの,あの境遇生活スタイルとかに合わせて、まあ、時間がない人におすすめですだとか子育て中の方におすすめですとかそういうようなことを書いていただいて逆にこういう方々にはむしろおすすめしないよっていうことも是非書いていただきたいんですよ。例えば 隅々まで勉強したい方とか合格をゴールとしないでより一層全ての範囲を網羅的に勉強したいっていうところは、まあ、例えば堀道智子さんのテキストとかを使っていただければいいかなと思いますのでここういういいいいいい方はお勧めししなななみたたととを書いてていだければ是非嬉しいなと思ってますでそういう方々にあのそのコメントをつければテキストがくっついてくるキャンペーンをやりますので。 ぜひ皆ささんあの受講してくださいでそれからこれお知らせなんですけど、えー、とついにあの時間かかっちゃいましたけどアドバンス講座がリリースされます。でアドバンス講座は何が違うかというとひたすら問題です。もう出るところのポイントをいくつか紛らわしい問題だけ解説したらそれから問題解説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 をひたすら続けていくと。で、えー、と本も出版されますので,でそれを、まあ、ぜひテキストに使いながらやっていければなと思うんですけどちょっと頑張りすぎて本は 400ページだはずだったんですすけど600ページ書いちゃったんですよで今頑張って削減してますのででもこのアドバンス講座はその削減した問題も乗っかってくるっていう結構お得な内容になってますのでスでさらにですねアドバンス講座に加えてプレミアムコースというのも設立されましてそれは何が違うかというとアドバンス講座と普通の講座を受けてくれた方々に対して質疑応答ができるという。で えとこの講座の内容を中心に、まあ、若干講座の内容に入ってないようなものでも質問を受け付けようかなと思ってますので,でその質問は、えー、とオープンにされまして同じような質問を皆さんがしないでいいような感じになるというみんなが知る質問のことも見れるような感じにしていきたいなと思ってますのでなので今もうすでにリリースされている合格講座だけじゃなくてアドバンス講座それから、えー、とプレミアム講座っていうのも えとリリースされる予定ですのでぜひ皆さん期待していてくださいじゃあ皆さんぜひ頑張って合格しましょうねえっ、ー、とこの e ラーニングの配信会社の社長も私の講座で合格したみたいですのでねぜひ皆さん頑張ってくださいはいそれではフロ先生でした